ついにレビューは10万円超えの領域へ。おっかしいな、5000円以下メインだったはずなんだけどな。クロート向けの商品でもいつものテンションだイヤホンレビュー。今回も、中国からやってきた、イヤホンの話をしていこう。さて、今回はイヤホンじゃねえ、DAP の話だ。DAP、デジタルオーディオプレイヤー。人によってはスマホだし、人によってはこだわりのプレイヤーをお持ちだろう。僕はミドルローとか、小型の使い勝手の良いくらいの価格帯のモデルを愛用してるんだが、ついに10万オーバーの DAP とドキドキの同棲1週間を過ごす機会を与えられてしまった。しかも度がつくくらい硬派でストイックなモデルだ。今回紹介するのは、デソンレイ、プレリュード、DTR1 プラスだ。あんまり聞かないブランドだが、デテ4ライは中国深圳のハイエンドオーディオブランド。商品ラインナップもシンプル、しかし、こだわりのある商品を少数ながらゴリゴリと市場に投入し続けるブランドだ。今回紹介する、DTR1 派、そんなデテ4ライのこだわりをゴリゴリに詰め込まれた、ベースモデル、DTR1 と合わせて超スパルタンなデジタルオーディオプレイヤー、その真髄は、アナログ回路周り。そして何よりも純粋なパワー。四角形と四角形と四角形が組み合わされた、曲面を一切持たないこの DAP は、画面以外の全てが金属で構成されており、イヌク系の OS によって駆動している。ただ、高性能で内部ではいかにすごいことをやっていようと、こいつがユーザーに示す選択肢は異常なまでにシンプルだ。曲を選べ、アーティストで選んでもいい、フォルダ構造から選ぶこともできるぞ。再生だ、リピートとシャッフルはもちろんできるぞ。イコライザー？そんなものなくても俺はピュアだ。そう、ゴリゴリのスパルタン左派、まるで昔の MP3 プレイヤーのようなシンプルな操作感。しかし、四角形のボタンのクリック感はしっかりしていて、またボタンのサイズも押しやすいものになっている。加えて、正直それほど出荷台数を期待できない日本市場向けにもしっかりと対応していて、怪しい日本語ではない、きちんと実用的な日本語言語ファイルも入ってるぞ。出荷時は英語なので、自分で変更する必要があるが、シンプルに振りまくったメニューは簡単に目的のものが探せる。パワーオン、もしくは落ちた画面を点灯させるには、サイドのパワーボタンを長押しもしくはクリックだ。サイドには音量の上下ボタンもついている。そして、直感的に操作できる、正面の5ボタン。とはいえ、こういうシンプルな外観を持つモデルは、そのソフトウェアの重さや未完成さが想像できるものだが、軽いプログラムに、価格に見合った速いチップを使った本機は、一切待機状態が発生しない。ボタンに対する反応がクイックで、処理待ちみたいなものを感じる瞬間は一回もなかった。そんな仕様なのにクリティカルな部分はしっかりと変更できるようになっていて、左右バランスの変更、ラインアウト、フォンアウト両方のゲイン変更、フィルターの変更や、放置状態で電源が落ちる時間まで、すべてが完璧にいじれるんだ。だが音はもう出来上がってるからいじらせない。再生の順番なんかは綺麗に操作できるので、待ち時間の少なさも相まって恐るべきノンストレスさ。予算入れられるだけ入れてやりたい放題シンプルなもん作った、って印象だな。パッケージもシンプル、本体だけ。と言いたいところだが、本機は持ち運び時の重量を考慮して、充電用の変圧アダプタ周りを本体ではなく外部に持っている。これは専用の独自端子で接続し、その先から USB-C で給電する、というちょっと特殊な形式だ。この専用アダプタと、本体。以上、超シンプル。あとは保証書とちっちゃなクイックスタートガイドだけ。連続動作時間は8時間となっているが、インピーダンスが16オームから300オームまで対応できるとかいうデタラメな電源周りなので、この部分の変化で結構大きく差が出そうだ。と、言っても、そんなにインピーダンスの高いイヤホンは持ってないので、視聴はミドルゲインだけで行ったぞ。あ、そうそう、そのイヤホンの接続も男気あふれるアンバランスのみだ。アンバランスでも十二分に分離した音色を提供するので、ぶっちゃけアンバランスだけで何の問題もなかったが、300オームまで対応しているのに、16オームの平均的な低価格中華イヤホンでも一切ノイズが乗ることはない。パワー周りがいかに考えられて作られているかの証明だ。あ、そうそう、パワーといえば、本体の充電なんだが、充電 LED はアダプタの方についていて、充電中は赤、充電完了時には消灯するぞ。そうそう、曲の入れ方だが、本体内ストレージなんて中途半端なものはなく、ミクロ SD をぶち込んで流す、というストロングスタイルだ。こんな一見原始的な仕様なんだが、ソフトウェアがとにかく爆速なせいで、ストレスは感じることがない。対応するファイルの形式も幅広く、定番どころに加えて ISO にも対応してるのが面白いな。というわけで充電も終わったところで聞いてみよう。果たして、10万円オーバーは支払う価値があるんだろうか。今回は、手元の他の低価格モデルや、同じ DAC 周りを持つ超低価格 DAP、ジシャン Z さんと比較してみたぞ。
本気はとにかく聞けばそのアナログ回路のデタラメっぷりに舌を巻くんだが、極をアナログに複合する DAP チップは、意外にも AK4490 と中堅どころのチップが使われてる。この価格だったらもう1グレード上でもおかしくないんだが、AK4490 は僕にとって、ジシャン Z3 ではのっぺりと音が平面的に感じる、高音、低音ともに盛り上がりがあと一歩足りない、という、いい人なんだけどいい人なんですけどねくらいのすっごくあと一歩暴れっぷりが足りない DAC だった。それがこの尖りまくりピュア思考 DAP に組み合わされるとどうなるのか？平然とそういった不満点を真顔のまま押しつぶしまくるんだよ。実際、もちろんジシャン Z3 の標準状態を最適に感じる人もいれば、カスタムしたジシャン Z3 のポテンシャルに感動する人もいる。底力を発揮できれば、恐ろしいほどに伸びるチップだと思う。で、だ、この DTR1 で AK4490 に組み合わされるのは、1000ドルの価格の原因であるコストと手間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 をかけまくった、こだわりまくりの超ヘビー級ピュアパワー回り。これをちゃんと説明してる文章はちゃんとした人が書いてると思うので、僕は頭の悪い文章で示したいと思う。ノイズ乗らない、低音太い、高音有しめなのにがっつり分離する、イコライザーはない？というわけで、これにポンと曲データを放り込んで聞け、それがピュアだ、と言わんばかりの、予算で殴ってくる1台、それが DTR1 プレウデだ。めちゃくちゃスパルタンな1台だが、惚れてしまったら逃げられない大人1台なのは間違いない。具体的に、低価格で同じ DAC を積んでいて、操作系がシンプルなジシャン Z3 と比較すると、仕上げの丁寧さは段違い、DAP の挙動は、DTR1 を使った後は他の DAP が大体全部ラグく感じる、液晶の情報量は圧倒的に DTR1 の方が多く、曲紹介やアーティスト検索もはかどる、シンプルなソフトウェア周りだが、決して不十分ではないんだよな。そして音に関しては、特に低音側の説得力、いかに高感度なイヤホンをつなげてもノイズが出ない低ノイズぶり、そして何より、AK4490 を採用する DTR1 もジシャン Z3 も高音域がそれほど歯切れよく出てこない暖色で重みのある音作りなんだが、 DTR1 は落ち着いてスローにも感じる高音なのにきっちり歯切れ良いんだよな。ここが999ドルであるということだと思う。金をかけて手間をかければいいものはできるのだ。僕は、あくまでアンダー100ドルに生息する生き物なので、この999ドルや、時折垣間見るハイエンドオーディオが、その値段に的確かどうかはわからない。だが、DTR1 派、年式に左右されないソフトウェアの軽量さ、そして、流行り廃りでない、腰の座った電源周り。ウォームでバランスが優れている、なのに分離するとかいう、低価格では同時に両立できない要素が確かに同じ感覚に詰まってる。そこに999ドルを出す価値があるのか、決めるのはこれを検討する人だと思うな。ザ・頑固、ともすれば頭でっかちになりかねない仕様の DAP なので、操作系も尖っているか、と思いきや、そこはしっかりと音楽以外で一切ストレスを感じない一台、自分の好みに DAP の音色をカリカリ調整するのも、またオーディオの楽しみ方ではあるが、こういったメーカーが示す揺るぎない正解、というのもまた、新しいオーディオの沼なのかもしれないな。おすすめかどうかは、これを見ているあなたに任せる、が、惚れたら二度と手放せない類の、と合体一台には違いないぞ。と、こんな感じだな。わかりやすいイヤホンが好きな人間だけど、こういう聞き応えのあるイヤホンを好む人や、月々の予算が僕の10倍なモンスターオーディオ層が何を探しているのか、その片鱗がわかった気がする。あっちの沼に使ったら骨も残らなさそうだから、僕はこれを聞いた後に KZ を注文したぞ。と、言った感じで今回はここまで。低価格で一息つきたいが、1111ももう近いぞ。